こんにちは、タイヤマン平野の鈴木です。今回は、動画で、撮影して、今日アップしてあります、バランス調整や、位相合わせ、位相調整を、いくつか、撮影してアップしてあります。その中で、特に位相合わせ、位相調整、なぜやるのかという、なぜ行うのかというところは、実際に作業をしながら解説も少し入れてあるんですが、今実際に小さなタイヤの模型を使って、簡単に、ちょっと説明してみたいと思います。こちらのタイヤは小さい模型ですけど、これも、普通の乗用車用タイヤの縮小サイズのものです。縮小された模型です。そしてこれは、タイヤの中心部分に組み付けられるホイールだというふうに、仮定して考えてください。この真ん中は本当は穴、中心部分は開いてませんけども、1枚の板状ですね、板状のホイールをこの中にこう組んでいくんですけど、まあ、組み立てたというふうに考えていただいて、この状態でホイールとタイヤが組み合わさった状態で、車輪、タイヤとホイールの、結合体ですね、この車輪をの中心をしっかり精度よく出して、バランスを調整する機械にセットして、計測する、計測を行って、必要な、重り、を、バランスの、調整の中ではバランスウェイトと言ってますけども、重りを、しかるべきところにつけて、均等に釣り合いが取れるようにして、振動が出ない、振れが出ない車輪を作ることがバランス調整と言っています。ただ、全部が理想通りにいきませんで、やはりタイヤも、丸いもので精度よくできているんですけれども、外周の丸さと内周の丸さあります。この内周の、さらに中に仮想の中心が、ここに中心の何も示すものはないですけども、ホイールを組んで初めてそこに、本当の中心というのがわかりますけれども、この仮想の中心があります。あと、ホイールはもうすでに、中心が決まったところがあるんですけれども、この円同士を、ホイールの外周とタイヤの内周を組み付けて作ったときにできる中心と路面に接するタイヤの一番外側ですね、この距離ですね、ホイールの中心から路面に接するこのタイヤのまでの距離、この半径が一定していることが、均一に一定していることが大事なことなんです。で、実際に組み付けて、バランス調整をするバランサーにセットします。そしてそれを、回してみたときに初めてタイヤが、ホイールに、タイヤとホイールが、組み合わさったものの、半径がどこを取っても同じということは、結局タイヤが、縦に触れたり横にこう触れたりとかいうことがない、そういうところを見つけていくわけです。そして綺麗な、動きが出るところでバランス調整をバランスの上と打つわけですけども、この時に、全部が理想通りいきませんので、触れる少しこう落ち着かない動きになるんですね。落ち着かない動きになるものがあるんですね。その時に、タイヤとホイールの位置をいじります。例えば、今、ホイールとタイヤに今、マークをしてるんですけども、タイヤも360度、ホイールも360度、円ですので、これをですね、ぐるーっといけば、回せばですね、360度、どこかで組み合わせるということになると、いろんな位置があると思います。その中で、狙いをつけるんですけども、また、必要な場合には、ホイール、また機械ではホイールを、
測定するものなんかもありますけれども、そうやって、そこは少し、経験や勘の世界もありますが、そこを調整していくのが位相調整、位相合わせと言っているものなんです。まあ、そんなことで、私たちも、バランス調整するということは、やはりきれいなタイヤホイールの結合体車輪を、均一よく、作った上で、さらに、ベストなバランス調整をするということが、私たちに求められているものだと思って仕事をしています。ですので、以前に輸入車用のバランス調整ジグですとか機械ですとか、いろんなフランジもの、金具でできたいろんなものがありましたけれども、動画で撮ってありますが、ああいったものは中心の精度を、車輪を取り付ける中心の精度を上げるためにあるものです。今日やった位相合わせと合わせながら、そういった、ベストバランスにですね、するための、整備調整取り組みを行ってますので、バランスのこと、またその位相合わせ位相調整に絡むこと何でも構いませんので、ぜひ何かありましたらご相談いただきたいと思います。ご来店をお待ちしております。ありがとうございます。